小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っておりますが、まあオリンピックも終わったわけなんですけども、やっと終わった、まあ、終わったんですけど、オリンピックは結構トラブルもあったじゃないですか、うん、特にトラブルあったのがまずですね、佐々木って方がですね、そのオリンピックでなんか、まあ、渡辺直美でしたけど、渡辺直美をですね、オリンピックとかいう感じで、馬鹿にしようとして問題だったんですよ、まず。これぐらいやめたんですよ。ただ、この人他にも出てきてです。天皇陛下に丸×クイズをさして、なんか噂によるとですね、こう丸か×のところに飛び込まして、×やった場合は泥水をかぶるということをしようとしたらしい。これ大問題ですね、天皇陛下にそうした。天皇陛下っていうのは基本的に、そういう判断をしないということになってるからね。となってますね。例えば昭和天皇がですね、マジシャンがどちらにしますかって言った時も、どちらも答えなかったっていう逸話があるぐらい。そういう、あれやからね。そういうわけなんですが、この人はね、CM でいろいろなのをやってるんですよ。まあ、宇宙人ジョージアってのも、宇宙人ジョーンズってのも有名じゃないですか。要は、宇宙人がそういうコーヒーのところになんか宣伝でやってる。ボスかなんかの。そうそう、あの、コーヒーやな。うん、それ以上に有名なのは、あれですか、ソフトバンクの犬ですよ。お父さんが犬。そうそうそう。あれ名前が面白くてね、白戸二郎。ほんで、白戸雅子って言うんですよ。これは、あれの、白洲二郎と白洲雅子のパロディやな。言われてますね。で、今、白洲二郎っていう人は、もうほとんど忘れられて、白洲雅子の方が今非常に有名、死んでからも非常に有名な人やねんけども、結局それのご主人が白洲二郎やもな。そうですね。白洲二郎っていうのは戦前から戦後にかけてものすごく活躍した人でね、なんか吉田茂の側近ですね。要するに側近として、ものすごい重用された人やけども、この白洲二郎っていう人が面白い人でね、もともと今の芦屋、青銅村って言って、兵庫県の芦屋やな、芦屋の生まれで、そうなんですね。でお父さんが白洲文平っていうんだけど、白洲商会っていうのをやっててね、これどんな商売なんか僕もよう分からんけども、とにかくものすごく景気のいい会社で、それから白洲二郎は芦屋から神戸一中行ってるわけな。ほうほう。で中学時代、それから大正3年の時点で、その中学生やで、中学生のその息子に外車を買うてやってるわけな。当時の外車ですか。ほんでそれを乗り回して同級生やら乗せて、で宝塚の生徒ナンパしたりとか。でそれって昭和初期ですよね、おそらく。いや大正3年。そうなんですか。大正の初期。じゃいい時ですね、まだ。な。だから、おそらく免許なんかも関係ないんやろ。その、車持ってる人っていうのがほとんどない。免許あったんかね、そこ。ないわけやから、多分免許関係ないんやと思う。ほんで、そういうのを買うてもうて、それ乗り回してるっちゅうから、まあ、いかに金持ちかっちゅうのは。ドラ息子って感じやね。ドラ息子の感じやけども。だけど、まあ、そこそこ、成績もいいわけで。ほう。ほんで、また写真見ても分かるけども、シュッとしたいい男なんや。ものすごいな。で、これがそこ出てからイギリスに留学してケンブリッジに入ってるわけね。ケンブリッジか。ケンブリッジのカレッジ入って、それからそこの大学院も出て、でもともとその白洲文平という白洲商会の家は、そのまた お父さん、坂白洲二郎のおじいさんよな。これが神戸女学院って今、お嬢さん学校で関西ではな、神戸女学院の創立に関係してるような人ね。じゃあこの白洲二郎っていうのはあれですね、頭も良くて金持ちでかっこいいと三拍子揃ってますね、そう。ほんでその家自体がね、そういう家やからね、その家にね、その神戸女学院の先生なんかを下宿させてる、寄宿というか、ただ泊めてるわけな、ほんでそういうのが家におるもんで、それから白洲二郎は小さい頃からそのネイティブの英語を聞かされてるわけや。じゃあ英語も喋れるんだ。それから英国ケンブリッジ留学してるわけな。こういうのを何て言うかというと、チートって言うんです。なるほどな。それで向こう行ったら行ったで、その同級生にすごい伯爵がおって、でそれの息子なんかが同級生におったわけやな。それからそういう縁で帰ってきて、でそのケンブリッジ行ってでしばらくその卒業してからもおるんやけども、その会社自体がお父さんの会社自体が倒産するんやな。あ、倒産したんですね。ほんで帰ってこいちゅうことでやむなく帰国するわけや。ほんで帰国して
すぐにその蒲山ってあの薩摩出身の海軍大将がおって、ええ、それの孫が白洲政子なんやけどな、ソフトバンクのこれと結婚すんねん、ええ、その倒産したとこの息子がやで、おな、でそれはどういう縁か言ったらその蒲山その政子やな、ええ、それの兄さんと友達やったわけや、でそれから紹介してもうて、うん、で結婚するわけな、友達の妹、そうそう友達の妹やな、そういう縁なんですね、うん、ほんでねこれがおかしいのがね、そのお父さん倒産してんねんけどね、その結婚祝いにねちゃんとした京都ホテルで結婚式あげてんねんけども、ええ、で結婚の祝いに親がまた会社こうたってるわけ、倒産した方の親何やってるんですかちょっとその辺がまあ、うん、すごいとこなんやけども、金銭感覚ないから潰れたんでは、うん、だからなあその倒産したけども何かお金残ってんやな、プライドだけあると、ほんでそういう伯爵令嬢と結婚してるわけやし、っていうの親がその結婚祝いにそういうのを送ってるわけやな、ほんでそれで結局その車乗って新婚旅行行ってるわけ、なかなか楽しそうですね、なあそれがすごい生活や、いいですね、ほんで結局もうそういう状態かどっか就職せないかんっていうので、うん、で英字新聞の会社へ就職するわけな、記者として、まあ骨もありそうやからね、なあ、うん、ほんでそういうな、そういうなんでやってる時にしばらくそういうとこに おった時に、そのケンブリッジのその学友が日本で大きい会社してるわけや、ええ、でそれに呼ばれてそこ の重役にしてもってるわけや、ななるほど、うん、だからそのいかにそのケンブリッジが大事かっていうそもそも当時は普通の大学でも効果あったでしょ、 もちろんやけどね、だけどケンブリッジでそういうその伯爵とか、ええ、そういうのもみんな友達やろ、ええ、でそれからその中の一人がそういう日本で、うん、軍需関係とかイギリスから機関車を輸入して、うん、で日本の政府に売るようなそういう会社のあれになってる、英語喋れるって大きかったでしょ、で英語もネイティブで喋れるしね、強すぎでしょこの人、うん、んでそれでその会社におるもんやから、その会社の絡みでロンドンやら出張に行ったりするわけや、ほうほうほう、そこで吉田茂に出会う、あの吉田茂に、うん、ほんで吉田茂の側近になるわけやな、すごい関係ですね、うん、だからいかにその学生ケンブリッジっていうのが有効に働いてるし、それからネイティブの英語が喋れるっていうこともあるし、まあ、ある意味芸は名を助けですね、そうそうそう、それからそういうなんでうまいこといくわけやな、面白いですね、で吉田茂もものすごく気に入るわけや、そうかスタイルはええシュッとしてるし、見た目がかっこよくて性格もいいと、ほんで性格もええし強いですの、それから英語も、それで結局まあ普通の秘書というよりもほんまに可愛がるわけや、側近やな、ほんまの右腕ですね、うん、それでその吉田茂はその時に、うん、その当時その資料だ時は中英の、要するにイギリスに中英の日本の全権大使やったわけ。この時点でセールフレーザー商会というその外資系のその会社の重役になるわけな。その社長が旧セールというのがケンブリッジの時の友達や。とんでもないな。な。だからうちの会社へ来いっていうことで。なるほど。で行くからには重役で迎えてくれてるわけやな最初からな、羨ましい、うん、ほんでそういうような関係でいろんなことやって、今の日本水産、日水、うん、日水の重役にもなるわけやな、うん、ほんでそれから日水の重役もやり、そのセールフレーザー商会の重役もやりで、それでそういう関係でロンドンへしょっちゅう出張なんかがあるわけ、この時は30か40ぐらい、明治35年生まれ、1902年生まれやから、ええ、1931年30ぐらいね、29、30ぐらいな、うん、いいですな、でそういう会社の重役やな、もう10分満々じゃないですか、ね、うん、それでほんでその自分に昭和12年当時ぐらいに、ええ、その吉田茂が中英全権大使やったから、ええ、ほんでそれがとロンドンで巡り合うわけな、ほうほうほう、それで気に入られると、この頃は戦争が始まりだったんですね、うん、まだちょっと始まる、まあちょっと怪しい時代やな、ええ、うん、でそれでその
ロンドンにおる間は、ずっとその白洲次郎はその日本の大使館、英国にある、うんうん、そこをも自分の上宿にしてここに住んでたよな、だからいかにその吉田茂から大事にされたかっていうのが分かるな。それ、うん、でそういうなんで戦後になると、その吉田茂が終戦後のサンフランシスコ講和条約の全権特使になるわけ、まあ、この時総理ちゃいましたよね。まあ違うね、うん、でこの時にやっぱりついていってるわけな、あの当然その即帰、まあ、翻訳しながらしね、うん、でこの時に結局講和の交渉やな、だからそういう講和条約結ぶのの交渉戦なわけで、それで行ってダレス長官とかと会談してるわけ、うん、吉田茂は、うん、でその時に行った時にその挨拶をせんない、吉田茂があの最初にそういうこれから講和しますみたいな講和するのについて、うん、お互いがそういう挨拶を交わすわけよ、でそれのその現行日本の政府の官僚が外務省の官僚が下書きを書くわけやな、それをその英文でもちろん英文で書くんやけど、それを GHQ と相談して書くわけや、日本の官僚が、それを見てその白洲次郎はごっつ怒ったわけや。なんかこの人名言がありますね、私たちは戦争に負けたけど奴隷になったわけないと。そうそう、ほんでそのそういうのに、その相手これから交渉するっちゅう相手と相談してそういう祝辞をやね、あのの草案を作るというのは何事やと、まあ、できるやつですからねそれ、うん、しかもその英語でそんな挨拶する必要ないんやと、日本は日本やねんと、負けたから言ってそういう卑屈になることないんやから、日本語でやるべきやと。あ、そりゃそうやね、うん、いうことで、それで全部その日本語に書き改めてそれを毛筆であの巻き紙にみんな書いてほんとあの大体30メーターぐらいになったってすごい量ですね、うん、それからあのこう巻き物にしたら10センチぐらいの直径になるって、これぐらいのな、それから日本はすごい国やっちゅうことは分かるやん、そんなあのタイプライターで売ったようなあれと違って、負けても誇りだけは持ってたぞ、うん、それから筆で毛筆で、っていうそういうことをやったわけや、ほんで それから吉田茂はもちろん英語ペラペラやねんから、それから英語で挨拶するつもりやったんやけども、日本語でやって、その通訳は あれがやったらよけ、白洲次郎さんね、そういう感じやな、さすがですねこの人は、ほんであの GHQ から言うと日本でその GHQ の言うことを聞かなんだのは、吉田茂と白洲次郎だけやって言うと、よく目につけられなかったですねっていうぐらい、その向こうではびっくりしたわけな、それびっくりすることはそんだけ尊敬もされたわけやが、相手にも、まあ、そうでしょうね、堂々としてたら、うん、そういう人間、まあ、素晴らしい、白洲次郎は、うん、だからこそあの いろんな人が尊敬されたんですね、そうそうそう、後に及んでも、うん、ほんで第一さっきも言ったようにあの様子もシュッとしてるしやね、もう言うことないわなすごいですね人生見ても、うん、ね、そういうなんで、うん、あの終戦後すぐでもその終戦あの後 その物価を安定するとか、そういうことにもあのいう事務局みたいなのができたら、そういうのも全部仕切るし、だ吉田政権結構長かったですからね、うん、から経済同友会なんていうのができたら、同友会の初代の会長やしねっていうような人やな、でも根本は日本の誇りを守った人間ですね、うん、そうだから吉田茂はもう最後まで信頼して、うん、吉田茂がおる間はずっと側近でおった、うん、で吉田茂があの退官したら、それと同時にみんなあの政界入りを勧められたわけやな、そうそうでしょうね、うん、だからそんなんもいらんということで、それですっぱり辞めてしまって、なるほど、ただその後のその憲法改正なんかの、その吉田茂のその、あれはあの講和条約はあと憲法改正ともつながるわけやから、で憲法改正なんかの時にもものすごく絡んでるわけやな、お、うん、だからでその時に憲法は あとあと言うてんのは、憲法はやっぱり GHQ の指示がいろいろあったわけやから、それは明確にすべきやろと、その GHQ
に言われてやったんやっていうのをもっとはっきり言うべきやとね、いうことは言うてるわけです。後の方でもな、これは今でも同じこと言われますね、うん、今でもな、うん、まあ、この人はね、うん、あのもう一つあってですね、在日を追い出せとか言ったみたいなんですよ、日本から。あー、なるほどね、うん、これを言ったことが原因で今回今の CM もそれをあのしてるようなところがあるんやろな。そういうことで今回のそういうシソートバンクの犬の CM ができたって噂があるんです、うん、まあ、本当かどうか知らないですよ。これはそういうのを、うん、結局そのために作ったっていうことは、うん、明かさずに、うん、作者としてはそれを案にやってるのが、まあ、みんなが意図を悟ったということで、うん、未だに僕らでも、そういうことかっていうのは、うん、あの知らんかったしね。なんですよね、うん、そのオリンピックの話あるんです。オリンピックとか、うん、そういう天皇陛下にこう丸ポツクイズさせたりするのを考えてると、うん、なんかそれほんまじゃないかと思えてきますね、うんうん、だからそれはそうかもしれんね、うんうん、有名なエピソードは、うん、あの日本が負けた時に天皇陛下がクリスマスプレゼントをマッカーサーに、あの送ったことがある。陛下がですか。うん、ほんでそれを持って行ったんが しらすなわけ。あ、そうなんですね。で持って行ったら、あ、その辺置いといてくれみたいな扱いやったわけや、うん、ああ、天皇陛下持ってきたのに。うん、マッカーサーがね。ほいでまたものすごい怒ったわけや。怒ってどうしました。怒って、うん、もうあの何ちゅうことを言うということで、うん、それやったらもう持って帰る言うて、うん、持って帰りかけたんで、うん、マッカーサーが慌てて止めたっていう。なんかマッカーサーね、例えばなんか靖国神社壊してドッグ場を作るとかね、うん、めちゃくちゃなことをやるんやけど、うん、人間性結構ありますよね、あの人は、うん、だから その辺でそのシラスがそういうふうにパッとね、うん、そういう時にちゃんとそういう対応をしてるっていうことがね、うん、偉いよね。日本の今の政治家やったらね、うん、はい、そうですかって言いそうです、怖いんですよ、うん。ほんで、あの憲法の時にも、うん、あの向こうがいろいろ言うてくるのに対して、うん、あのものすごいやっぱ逆ろうてんねんな、しらす自身は。でそれは後々でもね、うん、何のためにあんだけあの逆ろうたか言ったらね、うん、言いなりになってたらね、うん、後世絶対ね、うん、あの日本国民がその時のことをそのだらしないということで言われるわけよ。そうですね。だからそれのためにもあの頑張ったんやっていうことを言ってるわね。正しい、それはまさに。だからすごい、そういう人さ、なかなか気骨のある人、そうね、今吉田茂が気に入ったんも当然と言ってな。今の政治家がぜひ100回呼ばないかな話ですね。そう。だからね、あのだから白洲自身は、うん、その吉田が辞めた時に自分も政界入りは嫌やと言うて、うん、結局あとは実業界入んねんけども、その辺とその奥さんの話また別にもう一回紹介。ああ、今度お願いします、うん。まあ、そうなってくるとですね、うん、やっぱね、今の政治家に必要なのはやっぱどんな不利な条件でも堂々することだと思いますね、うん、それされへんから今ね韓国が中国に舐められると思うんですよ、うん、一回ね今の政治家はね、うん、そういうのを一回やってみたらいかがでしょうか。もう皆様はどう思われますでしょうか。また千田筋郎の話はまたやるんで、また興味のある方はやってほしいネタがありましたらコメント欄にお書きくださいませ。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。